ジョナサン・デイビッド・レスターは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、マリポサ出身のプロ野球選手。2000年の MLB ドラフト11巡目で、シカゴ・カブスに指名され契約。2004年6月9日の対、セントルイス・カージナルス戦の5回表から3番手として、登板して、メジャーデビューを果たした。結果は1イニングを投げて2奪三振を記録するものの、 ソロ本塁打を浴びて1失点だった。2006年のシーズン開幕前、マイナー投手との交換トレードで、テキサスレンジャーズに移籍。しかし、レンジャーズでは登板のないまま、シーズン終了後にフリーエージェントとなった。2007年にボルチモアオリオールズに移籍。ほとんどはサンエイノーフォークで過ごしていたが、9月にメジャー賞を獲し、キャリア初の完東も記録した。 2008年はメジャーでの登板がないままシーズンを終えた。同年12月18日、NPB のオリックスバファローズが獲得を発表した。オリックス入団1年目となった2009年は20試合登板も制球難で防御率は5.04。9月22日に右肩痛で途中帰国したこともありとそのまま解雇濃厚となっていたが、 9位あるボールが評価され残留することとなった。オリックスバファローズ時代2010年は、前年度まで抑えだった、加藤大輔リリーフ天候を目指す小松清らが、オープン戦でも調子が上がらないこともあり、クローザーに抜擢された。しかし、請球が不安定で、綱渡りの投球が目立った。春先はそれでもなんとかしのいでいたが、6月1日の、 第中日戦で逆転負けを喫すると、以後はクローザーの座を岸田守に奪われ、自身は中継ぎに降格するなど、安定感に欠いた投球が目立ち、6月21日に登録抹消。その後、7月18日に再登録されるも、安定感の欠いた投球が続き、最後の3試合ではいずれも失点を重ね、8月16日に登録抹消となった。 結局、35試合に登板して2勝2敗10、西部の成績を残したものの、ホイップは前年を上回るなど、リリーフとしては不安定な状態であったため、11月11日に自由契約公示された。2011年3月1日にサンディエゴパドレスとマイナー契約。しかし、メジャーに昇格することなく11月2日に自由契約となる。 2012年2月21日、CPBL の統一セブンイレブンライオンズと契約。同年は先発投手として12勝を挙げた。2013年は2勝に止まり、シーズン途中の7月16日に解雇された。2014年はメキシカンリーグのメキシコシティレットデビルズに所属する。2015年はメキシカンリーグのユカタンライオンズと契約。2015年途中で、 アメリカ合衆国の独立リーグのアトランティックリーグのサザンメリーランドブルークラブスに移籍し2016年も所属した常時時速 150km を超えるストレートが持ち味変化球の持ち球はスライダーフォークなど日本で記録した通算 NPBCPBL ありがとうございます